平面と平面このセンターとこの形成水の形成の基盤の違いっていうのは押し付けられることって相手を持って相手を押し付けられることが違い、大きい一番雑に言うとで、押し付けられることが違いなんだけど押し付けられるんだけどはメリットだけどその分走れないからね、まあ、大体走っててクラブするってのはできないからより動きが止まってなおかつ押し付けて固定して足をすくうような形になる。 OK で振り回し入るんだけど、ちょっと入った時に押し付ける時にこう上に上がっちゃうと楽だから肩で相手のお腹を刺すような感じです。で今僕右肩で刺してるんで右肩で刺してこれ右肩こうなっちゃうと片足だけずれちゃうんで起きても左足前出しとかもいいから で、ここでつけたら一回相手の足を掴むっていうのもまず相手を押し込む肩で押し込む。で、この時に突っ込みすぎちゃうと首取られるから肩で押し込んでる感じ。首は絶対突っ込まない。これ、どうした？OK。大丈夫。大丈夫。肩で押し込む。で、肩で押し込むんですけど、こうなって。持ち上げ耐えるか余ってたらいいけど極力持ち上げなくていいからね。だって持ち上げだって落とすんだから持ち上げだって落とすんでしょ。だったら意味ないでしょ。すぐパッと落としたいんで必ず押してまーす。うまみが外を滑る外をでよしよし OK ここまでやってみましょう。